はい、皆さんこんにちは。 IoT 制御系 YouTuber の中ちゃんです。今年になってから Zwift というものを私は始めました。 Zwift というのはバーチャルリアリティの世界の中を実際に自分が自転車を漕いで、その動力を、デジタルというデータにして送ることによって、そのバーチャルリアリティの世界の中の自分の自転車が走り回るというものを始めたんですけど、つい最近 Zwift からメールが来て、 Zwift Run というものが始まったっていう連絡がありました。で、今までもですね、クローズドでやってたみたいです。自分が自転車で走ってると、途中にこんな風に普通に走ってる人がいたんですね。で、それがいよいよ一般の人にもそのサービスが開放されたというようなアナウンスがありました。それで、Zwift のサイトを見るとですね、実際 Zwift を立ち上げると、自転車の場合はこういうふうにライドというふうになるんですが、ランというものができてます。で、ここに、これですね、トレッドミルと心拍計と経電センター、センサーを用意すれば、実際それが走れると。で、ただ、このトレッドミルについては、多分これなくてもできるんじゃないかなと。で、必要なのはおそらくこの経電センサーですね。実際の自分の走っている力をデジタルに送るためのセンサーです。で、トレッドミルはどうもこの Zwift LAN に対応した Bluetooth で接続するのもあるみたいなんですけど、ちょっとね、我が家にはそんなものを入れることができないので、この経電センサーと心拍計を使ってやってみたいなと思って、Zwift Run のサイトを見てみると、その経電センサーが紹介されてたので、それを実際購入してみました。購入したのはですね、Zwift Run というのを選んで、こちらに、I need a footpad っていうのがあるので、で、他のサイトに行くんですね。ストライドという商品で、この靴に取り付けるセンサーです。で、これ見ていくとですね、2種類あります。ストライドライブとストライド。で、それぞれストライドライブは99ドルで、こういうものですね。で、ストライドというのが、その上位版で、それより100ドル高いタイプです。で、実際にこの、Zwift Runから、行ったストライドのサイトで購入したものが今日届きました。DHL で届いてます。これを実際ちょっと開封して、あとは、本当にできるかどうかっていうのを試してみたいと思います。Get started. To get set up, please visit supportstride.com. stride.com のサポートのページを見てくださいって書いてあります。はい、こちらがケースですね。開けると、もうこれ商品がそのまま見えますね。黒で、ちょっとこうなんだろうっていう感じです。で、後ろに箱になってます。で、これをちょっと開封してみましょう。はい、開けました。で、開けるとこれね、こんな風になってるんですけど、はい、これですね、これを靴につけます。スニーカーにつけます。中にこうあって、多分これ靴につけるための、おそらくはい、これで挟んで靴に取り付ける。ストライド、100ドル高いタイプだと実際に非接触で充電できるみたいです。マイクロ USB で給電すると、ここの上にストライドを置けば、これですね、はい、Please stride here for activation and charging、ストライドを有効にさせるのと、あとは充電させるの、ステーションが使えるようです。まずはじゃあちょっと試してみましょう。はい、で、これで実際ちょっとこれを置いてみましょう。お、なんか光りましたね。これで今充電してるのかな。どうやら見つかったみたいです。じゃあこれで、あれ、ストライド235、これでいいのかな。お、来ましたね。はいはいはい。で、せっかくなんでガーミンもあるんで、これ心拍計のためだけに使ってみたいと思います。はい、取れました。ということで、じゃあちょっと実際やってみましょう。はい、持ってラン、今こう手で持ってるんですけど、あれ、全然進まないですね。
これもしかして設定しなきゃいけないのかな、はい、メニューで設定、じゃあ実際にちょっとこれを足に入れて、やっぱちゃんとルームランナーみたいなので走んないとダメなのかな、それともただ単に電池がないだけ。ちょっとじゃあちゃんとサイトを読んでみましょう。はい、サポート、ゲットスターティッド、アンボックスとチャージング、ペアリングウィズ iPhone、 コンフィガーウィズ iPhone。 あー、はい、今サポートのサイトを見てるんですが、ペアリングウィズ iPhone でもしかしたら iPhone とペアリングしなきゃいけないのかな。そうですね、ちょっと単純にこのまんまだとうまく使えなかったので、 Zwift の iPhone のアプリを入れてまたちょっと試してみたいと思います。はい、ということですね、Zwift にはすぐ認識されたんですけど、実際に振っても、まあ靴に入れて足踏みしても全然このランナーが走らないので、これはもうちょっといろいろ試してからやり方を調べてみたいと思います。 Zwift 自転車と、あとはな、この両方で自分のエクササイズのいろんなログを取って、もっとその効率のいい走り方とか自分の心肺能力どうなのかっていうデータを取りながらいろいろ楽しんでみたいと思います。はい、今日はここまでですね。ではまた。